会とついていけばチャンスも生まれてくるかと思います。さあ、その大倉の後ろで行きたい行きたいという気持ちがね、見えますね、酒井隆太郎。その後ろにはその酒井隆太郎と、神戸大会で素晴らしいバトルを繰り広げました山城優斗。鈴鹿から参戦してきた藤村も、先ほど止まってしまった西毛も、白石も後方から追い上げたい、カデットクラス、決勝25周、今スタート。さあ、スタートダッシュはどうだ、トードリーセン、いいスタートダッシュ、2コーナー、アウト側から来て、インナーから大倉となったんですが、どうでしょうか、2番手にはトードクラス、3番手に大倉、横コーナーでは横並びだ、ウルハカ、リートローカー、坂井リートローが前に出てきて、坂井リートロー、4番手、その後ろには白石、そして藤村と続いています。6コーナーからの立ち上がり、トップ2が頭一つ抜け出しました。これはもう東大兄弟にとって思いつめの展開だ。さあ、山城の後ろには藤村、さらに国重、白石、よりと続いています。まだこれは3番手以降は一つの集団となっている木村ではありません。2コーナーから3コーナー立ち上がって、3番手の選手でした。4番手の選手が試合中にハインガーから飛び込んだよ。これはアウトに膨れてしまった坂井隆太郎が4番手に戻ります。何やら合図をしました坂井隆太郎。3番手には大倉がこれに監督になるかどうかというところ、まだ分かりません。トップは澤田隆生。このクラスはいずれもポイント全て上積みとなります。今シーズン現在ランキングは3番手です。小田流星、今まで勝てずに3番手ということはですね、勝てばどーっとねランキングも上がってくるということになりますが、さあ、この小田流星の売りのランキングに1位が坂井優太だって、2位が現在7番手、今回は5位以内に入らないとポイントを取ることができません。山城優太にとってはもう何としても2ポジションを上げていかないといけないというところです。トップは澤田隆生、2番手澤田健生、離れて3番手大倉です。序盤バトルをしたこともあってちょっと離れてしまった酒井と白石ウルハは、まず大倉を捕まえるところからということになるわけですけれども、大倉もペース的にはこの序盤トップに匹敵するタイムを出しておりますから、そう簡単にはですねドロップしてくれそうにありません。トップ澤田健介流星も北陸のドライバーですから、中山は超アウェイですけれども、4番手の坂井隆太郎も練習で走っただけというこの中山、初めての中山です。ちなみに京成流星は去年も出ています、この中山大会です。さあ、トップ2入れ替わった。さあ、澤田健介が前に出てきました。澤田健介トップ入れて、2番手澤田流星連れ立って逃げたい。さあ、ここが意外に早く澤田健介捕まえて動きましたね。さっきちょっと離れてたんですけれど、さあ、この2人ペースを上げて逃げていかないと大倉以下みんながなだれ込んでくることになりますけれども、トップに立った兄健生がそういった計算をちゃんとできているでしょうか。ホームストレート、これで6周終了。トップ2はラップタイムは35秒6、後ろが35秒5と前よりも速いタイムになっています。特にですね、4番手の坂井が白石ウルハを引き連れて大倉を捉えようかという雰囲気になってきました。まだギャップあるんですよ、あるんです。だからここで坂井に対して白石ウルハが動き始めたらまた戻ってしまうんですけれども、このまま行くともう捕まえられますね。最終のブレーキング坂井いいですね。さあ、大倉に対してぐぐっと近づいていきました。そしてトップ2は流星、リコーナー飛び込んで戻っていきました。小田流星、お兄ちゃん相手にガチバトル、後ろが近づいてくるので
親御さんは気が気じゃないと思いますけれども、もうこの二人に対しましては好きにやんなさいと言っていいのかどうか分かりませんが、序盤から終盤にかけて結構バトルを見せています。トップで序盤8点というのは流星、それを慶星がかわってまた流星が戻したことで3番手との間が縮まってきました。周回数は8周終了、9周目。さあこれで3分の1が終了したことになります。カデットクラス、わートップ3が等間隔です。大倉もこれはもう完全にスリップ使える間合いになっていますから、逆に酒井雄太郎がちょっと苦しいかな。もう大倉がねスリップ使えないうちに追いついてたら一緒に上がっていけたんですが、前の大倉がこれで東田慶生の後ろをスリップ使ってくぐっとスピードを上げていくでしょうから、酒井雄太郎ちょっと苦しくなってきたでしょうか。中心終了です。トップ3タイムギャップもわずかとなっています。4番手5番手は整理というローズです。酒井雄太郎がもう前を捕まえられないと判断したら5番手の白石ゆりはが動き出すでしょう。その後ろには山城雄太が単独で上がってきています。その後ろには藤村と国重とはさらに白石ゆりと一緒走りとなっています。2周終了、まだまだ練習は時間です。わからない。序盤は我慢のセットにして中盤から後半よりのねセッティングを施しているとすると、ここからグググッとペースが上がってくるドライバーと、逆に全く上がらなくなってくるドライバーが出てくるわけですが、酒井雄太郎は35秒3という、ね、自己ベストをマークしていますけれども、前の3台がでもそれを上回って速いんですよね。さあどうなっていくでしょうか。練習終了です。トップの3台がトップ3とは呼べなくなってきました。後ろが近づいてきて長いなんか6台もっと言うなら8台のバトルになってきたという感じです。まあ、依然として上位3台は川田流星、憲星、大倉昌磨の3台、ちょっと離れまして4番手酒井と5番手白石ゆりはが整理性のやつ、そこに山城雄太が近づいてきた。そこからさらに離れて藤村と国重、ここまで一段ですね。白石ゆりと一緒走りはちょっと離れて一騎打ちとなっています。さあ酒井雄太郎の後ろについていた白石ゆりはが少し離れました。酒井雄太郎は後ろを気にせず走れるようになってきましたね。あのカデットクラスの場合、ジュニア選手権はエンジンもデリバリーですし、いつも使っているエンジンとは違う感覚に慣れていかないといけないということで、エンジンの抽選をするときからですね、いろんなことが始まっているんです。それが今回ちょっと歯車が噛み合っていないと話すのは酒井雄太郎陣営。酒井も中山自体はすごく楽しいコースだと、後半の S 字のところなんか楽しいってもにっくり笑って言ってましたけれども、ちょっと速さ的には伸び悩んでるかなという感じです。さあ一方トップなんですが、兄をかわして再びトップに立った川田流星、ペースが上がってきています。後ろスリップついてる兄よりも先ほどは良かった。今回はまあ同等ぐらいまで持ってきましたけれども、それに対して3番手の大倉昌磨がちょっと離れてきましたね。さあトップ2の沢田流星憲星が35秒1という、他のドライバーは誰も出していないタイムとなっています。帰ってきました。残り周回数は10周です。さあ3番手の大倉も、ああなんと沢田憲星、他のドライバーが出ないような領域でお互い使い合って走っていたんですけれども、なんとここで沢田憲星が脱落ということになりました。さあこれで流星は単独で走ることになります。そして大倉昌磨が表彰台が見えています。
そして坂井龍太郎もしっかりポイントを取るところできました。山下優斗もポイントを取るところで、これで非常的に上がってきて、さあこうなるとランキング上位がもう全員ですね、ポイントがないですね。トップの坂井龍太郎と2番手山下優斗のランキング、ポイントギャップは11ポイント、ここは縮まらず、逆に澤田龍平がポイント対応上乗せで坂井と山下を上回っていくか、ちょっときついか、山下を上回ってきたような感じになりましたけれどもね。さあ、西地域がトップとして東西と一緒に行くのはトップ今回の大会です。先ほどの SE3 はそして短縮ドライバーが優勝していきましたが、今度はガチでバトルをしているドライバーが上位を持っていくことになりそうです。そんな中で気を吐いているのが地元代表大倉翔吾が、前からも後ろからも離れているのでこのまま走り切ればというところ、最後まで集中力欠かさず坂井龍太郎に追いつかれずに走り切ることはできるでしょうか。さあここに来て坂井龍太郎のペースが上がってきた、というよりは大倉翔吾がちょっと苦しくなってきたか。残り周回数帰ってきたら6周になります。小学校高学年クラス FT ジュニアカデット、澤田流星と澤田健生は今年の夏もほぼ毎週どこかに出ているという遠征生活を送っていたんじゃないかと思います。健生の方が開幕戦の琵琶湖で優勝して以来、兄弟ともともあとちょっとというところまで行くんですが、優勝っていうのから遠ざかっていましたけれども、さあここで2番手大きく離した、2番手大倉翔吾、ここで失速したら苦しくなる、後ろから坂井と、そして白石山城が追い上げてくる中、ここで何とかと、この後 FP 実用クラスの、決勝進出を行います。 FP 実用の方はピット入り口、コース入り口まで車両を待ってきてください。さあ、一斉手の心を込めたサインが、気持ちが入ったサインが送られています。さあ、2コーナーのところでは2台ピッタピタのボトルが起こっています。国重と藤村ですね、6番手争い、現在トップ3は今すぐどうこうというわけではありませんが、4番手争いは一騎打ちで試合中の後、山下優太がテールトゥーナーズ、その後では国重ペアと藤村太郎がテールトゥーナーズ、その後ろでは白石よりと石で走る、こちらもバトルモード残り4周。さあ、そして2コーナーが山下優斗入っていきます。4番手と入れ替わっていく、山下4番手に浮上、ポイントをもらえるのは5位までです。5位までにいればポイント16ポイントもらうことができます。さあトップは澤田、ここはもう大丈夫でしょう。2番手3番手争いは最後入れ替わっていきそうだ、追いついたら坂井龍太郎は帽子の展開もうまいドライバー、大倉それを地元も釣りで突き放すことができるのか。大倉翔吾が全国規模で去年のカデットかとチェックしてたのか分かりませんが、坂井龍太郎は去年東地域でついにトップを走っていた、そんなドライバーです。今年は西地域で修行しているわけなんですけれども、さあそれでも鈴鹿と御殿場と2戦連続優勝している坂井龍太郎を抑え切ったと、それはそれで褒めてもらえそうな展開ですが、残り2戦耐えているか。澤田龍星はシーズン初優勝に向かってあと1周半、大倉翔吾耐えたい耐えたい、後ろから坂井龍太郎近づいてくるけれども、飛び込むところまでの決め手にはまだ至っていません。ただ坂井龍太郎が好きと言っていたこの7コーナーから8コーナーでぐぐっと近づいてくるんです。インフィールドセクション、マシンコントロールはさすが、あとはこのホームストレートですね、ストレートの読みがやはりちょっと苦しい、残り1周ファイナルラッシュ、4番手の山城優斗も5番手の白石ゆりはももう離れました。さあ、坂井龍太郎
マシンコントロールで行くとすると、6から最終の間にワンチャンスかけるしかないんですが、ちょっと捕まえるには隙間がある。でも行きたい。6コーナーブリーチングを遅らせるけれども捕まえられない。最終コーナーから立ち上がってきて、トップテッカーはサワダービーチ、シーズン8優勝、2番手遅らせます。3番手高井優太郎、あと9周ありがとうというところでした。4番手山城優太、5番手